後の一杯、最後の一杯飲むのが怖い。うん、あ、きつい。禁酒2日目は朝の残りのスンドゥブチゲと野菜仕込んでます。皆さんこんばんは、ゆかりんです。今日は6月17日木曜日で禁酒2日目です。夜ご飯は全部取られへんかってんけども、先に帰ってきてからオンラインジムでヨガピラティスとボクササイズ受けて、残りのスンドゥブチゲとご飯混ぜて食べて、あとはお野菜農薬落としたりとかして丁寧に下ごしらえしてサラダ作りました。やっぱり今日一日思ったことは、ちょこっとなんかどっかから飲酒欲求みたいな感覚なんか出てくんねんけども、でもめっちゃ飲みたいとか、気持ちがもう飲みたくないっていう気持ちが大きいから、まだまだこんだけ長いことたくさんのお酒飲んできて、脳とか体にまだアルコールなんちゅうかな、アルコール物質か、3年かかるって言われてるから脳とかに抜けるの、やっぱりそれ抜けるまで飲みたい飲酒欲求は少なからず出てくると思うんで、そういう時は YouTube、 あと禁酒セラピーとかいろんな本で断酒禁酒の情報を勉強してメモしたりして見返してます。残りのドライカレー、ご飯混ぜたのとサラダと青汁コラーゲン、食べ物だけです今日は。鶏肉とカシューナッツ炒めと枝豆といろいろ、くるみサラダとノンアルコールビールです。これで晩酌してみたいと思います。せっかく凍らしとったのに、カメラのアングル調節してたら、いや、今日も一日お疲れ様です。乾杯。めっちゃビール、すいません、すっぴんで。めんどくさいアングル、こうやってポンって、ちょっと軽くポンってして運任せって感じ。運動しててすいません、運動着で。これプーマばっかり。これを見るとチーター、レッチャも思い出すね。いただいてます。これ食べてみよう。鶏もも肉とカシューナッツ、無添加の有機野菜のピーマン見つけて、玉ねぎと人参と、人参は普通の人参やねんけど、このカシューナッツと鶏の炒め物、この本食べれば食べるほど若くなる。何がいいかって言ったら、この鶏とカシューナッツ炒めは育毛効果があるっていうことで、あ、これはね、髪の毛もそうやねんけど、白髪染みに頼らず髪を黒くする魔法の料理、カシューナッツが髪を黒くするっていうことで、白髪対策、私はもういつも染めてんねんけど、カラーしてんねんけど、
どっちかって言ったら中に出てくるから目立てへんねん。これ育毛効果があるっていうのはホタテと小松菜で薄毛ケアなんか全然すいません、現実的っていうかおしゃれじゃないっていうか、もうこれは何やろ、年の通り、もう来月で48歳やねんけど老化対策よみたいな。でもこれ好きな食材のやつ真似したらいいし、しかも美味しそうやねん。おかがえりランチシーフードスパゲティとか、パスタは腸が腐るとかそういう風なん聞くねんけど、実際パスタは食物繊維、水溶性と不溶性やったっけな、2種類の食物繊維やねんけど、どっちとも入っててバランスがいいからパスタも悪くないよっていうのを聞いたり、いろいろやんほんま。あ、これもめっちゃ美味しいね。このサラダ、レタス、2種類のレタスにアスパラと人参とブロッコリーとくるみやで、ソースはごま油とオリーブオイルと醤油と砂糖とお酢、シラチャーソースっていうやつと塩コショウで、塩入れてない、おつまみサラダにもなる。うん、今日は6月19日土曜日、来週4日目です。このサラダを食べながらファーストベジしながらそうめん湯がいていきたいと思います。久々のそうめんです。さっきちょっとそうめん食べてんけど一口お皿に伸びきれへんくて、ネギなしでもいいかもしれん、シンプルなんがいいと思った。今日土曜日はお家お好み焼きパーティーです。アボカドサーモンと枝豆は焼いてる間に食べるので、これが元とイカエビ、豚肉、ネギ、生姜、ひっくり返すやつフライ返し捨ててしまって、これでしなかん作ってきます。お好み焼き混ぜて作ってるところ動画撮れてませんでした、スタートになってなかった。これじゃ丸まってるからフライ返しの代わりに炊飯器ご飯の、わ、元風月で修行させていただいてたと思われへん下手くそです。これがバラバラになりそう、バラバラになってもいいねんけど、ひっくり返してこうやって寄せ集めたらいいだけやから、わっ、わー、これが無添加のノンアルコールビールです。それでは土曜日に乾杯。美味しい、のどこしがいい。アボカドサーモン大好き。禁止断食5日目の朝ごはんは昨日のお好み焼きの残りと青汁コラーゲンサラダ、白滝玄米です。いただきます。大阪ではお好み焼き屋さんランチにはご飯としてお好み焼き定食っていうのがあって、学生の頃は、お好み焼き定食とか食べることあって、それぶりかも。めっちゃ美味しい。
県民の焼きビーフ作ってます。野菜たっぷり、ニンニクと生姜も炒めて、昨日のお好み焼きに残しといたイカとエビも入れてスパイスビーフにします。なんかもやし一袋入れてすごいことになってます。県民の焼きビーフに味ついてんねんけど、野菜いっぱいやからちょっとシャンタン入れます。塩コショウ、ターメリック、コリアンダー、クミン、キノモト、2振り。皆様こんばんは、ゆかりんです。今日は6月20日日曜日、禁酒5日目の晩ご飯です。これグリーンフリーノンアルコールビールです。それでは日曜日に乾杯。うん、昨日はお好み焼きパーティーして、それでこれ2本買っててんけど、2本飲まれへんくて1本で大満足で、2杯目は昨日3品茶いただきました。ん、お酒飲めへんくて5日目になって、かいかいっていうのが、かいかいってほぼなくなりました。なんかアルコールアレルギーになったんかな、分かれへんねんけど、昨日の残りっていうか半分にしたアボカドサーモンいただきます。うん、5日間シラフで、それ以前はこの6月も毎回もうここずっと記憶なくして寝落ちて、でカップラーメンか卵かけご飯パスタやら何やらカップ飯やら締めで食べて、なかったら買いに行くぐらいで、それが続いてたから、その反動で5日間ずっと記憶があるから、何やろうな、時間が濃厚に感じます。念願の焼きビーフ、めんどくさくて作られへんかったんけど、お酒飲めへんっていうことで、なんかお料理ゆっくり丁寧にするようになった、やっぱ時間が生まれるからかもしれへん。今までやったら今日日曜日、いつも仕事終わったらすぐおやつ飲みで、この時間になったら酔っ払ってもう記憶失って寝てる最中やったけど、今日はいっぱい歩いてサイクリングとかして充実しました。うん、うん、不思議な感じ。できればもうアルコール体に入れるの怖いし入れたくないけど、こういう晩酌は好き。これの次は三品茶とウーロン茶楽しみます。ゆっくり味わおう。これがノンアルコール屋台横丁です。ビールと錯覚してるという塩だれきゅうり。うん、アルコール入ってなくても騙されてます。飲んだ気分、鶏皮と鶏胸少しとしめじポン酢。
スローとプチトマトと